水彩スケッチの描き方の3回目です。前回は山菜を描きましたが、今回はもっと野菜らしいものを選びました。絵の題材としてはトマト、ナス、ピーマン、それにカボチャなどが色や形も面白くて良いです。しかしスーパーなどでは年中見かけますが、4月本来の旬の野菜ではありません。そこでまずは春キャベツを描くことにしました。描き始めて思ったのですが、なんだか美大の入試課題のようです。まあとにかく描き始めてみましょう。茎から伸びる葉の太い葉脈の部分から描きます。この部分がキャベツの全体を形作る骨組みだからです。葉の重なりを観察して描きます。重なり合った葉の縁の線や太い葉脈がキャベツ全体の立体感を表現する上で大事な部分です。着彩は明るい部分から行います。申し訳ありません、今回はここから先の撮影を失敗してしまいました。画面にうまく入っていないのです。少しだけ解説を進めてキャベツは終わりにします。明るい部分から濃い部分への微妙な葉の色の移り変わりが葉の柔らかさを表します。そして葉の葉脈の陰影や葉の重なりによってできる影のコントラストによってキャベツの新鮮な感じを表すことができます。仕上がりはこのようになりました。約50分で描きました。スナップエンドウは我が家の家庭菜園で採れたものです。今が旬です。こうした小さいものは一つではつまらないので、このように3つぐらい並べるのが良いです。スナップエンドウは普通のサヤエンドウと違って中の豆の膨らみが大きいです。そのぷくっとした感じを描きたいです。着彩の陰影でその膨らみを表現できますが、線描の段階から豆の丸みを感じ取って描いていきます。微妙な輪郭線にその丸みを感じさせるところがあるのです。全体の色をパーマネントグリーンで描きます。今回は全体を一色でまず塗ってしまいます。こうした部分の筆の入れ方で豆の丸みを描くことができます。少し乾かしてから色の濃い部分の色を重ねます。真ん中あたりの色が明るく見える部分は筆に少し水を含ませてその部分の絵の具を抜くことで表せます。こうやって中に豆がある感じを描いていきます。このように水を含ませた筆先で絵の具を抜き、豆の丸い感じを出していきます。1ミリぐらいの縁の厚みがありますが、こういうところを見逃さないで丁寧に描いていきます。根元の部分の小さい葉っぱは重なり合った濃い部分と薄い部分がありますから、その違いを描いていきます。今回はスナップエンドウをテーブルに直に置いています。
そうしてできる影は黒っぽいのですが、ここは新鮮な感じにしたいので青紫の影を入れました。最初から白い紙を下に敷いておけばよかったです。こうしてスナップエンドウを描き終わりました。こちらは20分ぐらいで描けました。参考になったでしょうか。